見る。やはり少しですね、小野田君、まあ、3戦目ということもあるんでしょうけれども、セットポジションでの制球力少し高めに浮きますね、はい、このボールの見極め、これがリフの打線は非常に大事です。小野田にとっての過去2試合の課題もこのセットポジションからピンチの中での投球を挙げました。ワンスリーリフチャンス、ファウル。ピッチャーも抑えの効いたボールでした。バッターもストライクゾーンを振っていきました。2、3。今日はストレートが多いですか。このぐらいの比率ですか。やっぱりストレートが多いんじゃないでしょうか。ランナー2塁です。特にですね、はい、フォアボールを絶対出したくない場面、こういう場面もためたくない分ですね、やっぱりストライクを取りに行くのはストレート系が多いですよね、はい、ですからバッターある程度ストレートを意識しながら。藤原のタイミングどうですか。いいと思いますけれども、とにかく叩いてほしいですね。変化球見た。ワンアウトランナー一塁二塁、2対0守る早稲田実業がリード。3回の表リフの反撃、ワンアウトでランナー2人、中軸ヒットを打っている馬場を送ります。まあ、今もですね、ツースリーからスライダーが高めに外れましたよね、これはこれから生きてきますよ。というのはやはりなかなかツーゼンスリーから変化球が使いにくくなってくると思いますね、ということはストレート1本にかなり絞っていい状況なわけですね。おっしゃる通りですね。インコースから打ち返す、積極的な、取った、ダブルプレイ。よく打った馬場でしたが、ここはダブルプレーで無得点。2対0リフもよく攻めました。総合テレビではここでニュースをお伝えします。ではニュースをお伝えします。北朝鮮が人工衛星の打ち上げを名目に長距離弾道ミサイルの発射に踏み切る構えを見せ、来月4日からの通告期間が迫る中、衆議院と参議院はそれぞれ本会議を開き、北朝鮮に発射を自制するよう強く求める決議をいずれも全会一致で採択しました。決議は北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射について、我が国のみならず北東アジア地域の平和と安定を損なう行為として断じて容認できず、発射予告に対して断固たる抗議の意思を表明するとしています。そして日本政府が世界各国と連携して北朝鮮に対して発射の自制を求める働きかけを継続させるとともに、北朝鮮が国際社会の声に真摯に耳を傾け発射を自制することを強く求めるとしています。参議院は今日午前、衆議院は午後、それぞれ本会議を開き採決が行われた結果、決議はいずれも全会一致で採択されました。米国や韓国をはじめとする関係国と緊密に連携しつつ、北朝鮮に対し引き続き発射の自制を求めていきたい。発射を強行した場合には、まずは国連安保理においてしっかり取り上げていきたいと考えます。世界的な景気の悪化で大幅な営業赤字に陥る見通しのソニーは、来年春の新卒の採用をこの春の半分程度と大幅に減らすことになりました。ソニーは今年3月期の決算で2600億円の営業赤字に転落する見通しとなり、国内国外合わせて1万6000人の従業員を削減することにしています。厳しい経営環境を受けてソニーは来年春の新卒の採用予定について280人と、来月に入社予定の540人のほぼ半分に減らすことになりました。電機メーカーでは東芝や日立製作所がこの春の採用よりもおよそ 40%、 NEC が 90% 減らすほか、パイオニアやアルプス電機は来年春の採用自体を見送ることにしています。急速に業績が悪化している電機メーカー各社が来年春の新卒の採用についても大幅な削減に踏み込むことで、雇用情勢は一段と厳しさを増しそうです。為替と株の値動きです。東京外国為替市場、現在の円相場は昨日より1円97銭円安の1ドル98円13銭から15銭で取引されています。一方、東京株式市場日経平均株価は
8165円26銭となっています。以上ニュースをお伝えしました。2対0東京の早稲田実業が宮城のリフをリード。3回の裏の早稲田実業チャンス、ノーアウトランナー1塁2塁です。追加点の大きなチャンスを迎えてバッターボックスに4番のファースト森を送っているところです。このイニングはフォアボールで出塁しました。そしてその後2番の土屋が送りバントをしましたが、実に三塁前いいバントになりまして内野安打、フォアボールと送りバントが内野安打となりまして、ランナーは一塁二塁ノーアウト、4番のファーストの森というところです。4番で送るファウル。今日の第2試合ベスト4最後の一つを決めるゲーム、解説は慶応義塾大学野球部前監督の木島和志さん、実況小野塚康幸でお伝えしています。4番にバント、まずファウル、ファーストが出てくる、そのファーストの前いいバント、送りバント決まりました。ワンアウトランナー二塁三塁。早稲田実業泉監督、徹底したこうした野球だという木島さんのご指摘がありましたが、やはり4番でも送ってくるんですね。そうですね、この前のノーアウト1塁で3番の当たっている土屋君にスリーバントさせましたよね、はい、この辺がやっぱり創立野球の真骨頂でしょう、うん、2対0からリードを広げられるチャンス、初球打ち詰まった、ランナーは飛び出して止まる、おっと挟まれるか、3塁へ戻るか、タッチアウト。ちょっとランナーが止まりまして、リフの守りはいい守りを見せました。2アウトランナー2塁1塁と状況が変わっています。ショートゴロで今行けましたか、どうだったでしょう。まあ、ワンアウト2、3塁ですから、このケースはですねサードランナー突っ込んでもいいんですよね。これでやめました。ショートの桜田がよく見ていました。まあ、ここでアウトになるんでしたら、やっぱりホームでですね、本当に間に合わなかったら、まあ、挟まれるという手段がありますよね、はい、そうすると二塁ランナーは三塁へ行かれましたね。その通りですね。でバッターランナーがセカンドへ行くチャンスもありますから、挟まれればです ね、 そうですね。ただ私はですね、先ほど3番4番に送りバントをさせた、はい、これはやはり泉監督の信念のようなものを感じますよね。ピッチャー小野田、最初はヒットでしたがここは打ち上げた。レフト加藤、スリーアウト。3回の表裏両チームともにチャンスがありましたが得点ありません。2対0東京早稲田実業がリードをしています。準決勝を目指している今日のゲーム、大会10日目です。明日準決勝、明後日が決勝、選抜も最終盤に入っています。昨日のゲームで報徳学園が6対5接戦逆転勝ち、第2試合は聖邦が攻守素晴らしい部分を見せまして8対2力のあります和歌山の箕島を下しました。そして今日第1試合では花巻東が5対3粘る南陽工業を下しています。南陽工業の岩本投手も素晴らしいピッチャーでした。花巻東の注目のサウスポーは今日は試合の後半に投げてきてゲームも逆転する4番の猿川に同点ツーランホームランも生まれているというゲームです。第2試合は早稲田実業と宮城のリフの対戦、東京宮城の対戦となっています。2対0序盤が終わっていますが、ここまでの戦いぶりをどういうふうに木島さんご覧になってますか、このゲームにつきまして。もうそれぞれ の両校がですね、はい、それぞれのらしさを出しているなという気がしますね。4番の井上から初球から積極的、この辺ですよね。そうですね、リフはですね点には結びついてきませんけれども、はい、そのしぶとくボールにですね、うん、向かっていってますよね。一方の創立はですね、こうバントで攻めてくる、ね、これがもう創立なんだという信念に基づいていい野球ですね。よく自分たちの野球をやるだけですというのがこの辺のことなんですね。そうなんですね、もう頑固にですね、これ徹底してくる、ね、選手迷いませんよね、はい、うまく打った、ノーアウトランナー一塁、
2対0早稲田実業リード。4回の表宮城のリフの攻撃、ノーアウトでランナーが出ました。フォークボールがあまり落ちませんでした。そうですね、ただやっぱりバッターの井上君うまく打ちましたね。はい、やはり一つのことを貫き通している結果と見ていいんですか。その通りですよね。5番湯野村、まあ、小野塚さん今おっしゃられたように自分たちの野球をやるということは、ね、選手が迷わずに徹底してやるということだと思うんですよね。ですから監督も迷わず選手も迷わず、その通りですよね。プッシュ気味に二塁に投げる小野田、アウト、転送セーフ、ワンアウトランナー一塁。送りバントは決まりません。小原監督、どうなんでしょうか。今チャンスはできますが点が入らないような何か流れのようなものが支配している部分あるんでしょうか。うん、そうですね、まあ、両チームともちょっとバントはですね、もう少し正確に、やりたいところですね。大切だというのは選手たちも分かっているでしょうね。そうですね、やはりこう流れがどうしてもこう途切れてしまいますよね。前の打席で甲子園初ヒットの桜田、一本出ると選手もホッとするもんですよね。そうですね、振ってきます。もう本当ゼロ本とですね、一本出るのとは本当運転の差ですよね。はい、他の選手がみんな打ってましたからね。そうだったですね。今もいい感じでバットが出てきました。小野田投手は少し変化球がいつものようにコントロールできてませんからね。ちょっと決め球が高いですよね、変化球がですね。振りません。今のスライダー、カーブですよね、はい、これがもう少しやはり制球が増すとですね、いいんですけれども、ちょっとストライクボールが差がはっきりしてますよね。もう鈴木投手は投球練習を先ほどから続けています。早稲田実業、インコース詰まった、二塁へ、ツーアウト、一塁はダブルプレー。小野田持ち前の打たせて取るピッチング、自分で言っていますが、ダブルプレーでここはピンチを切り抜けました。4回の表終わりまして2対0東京早稲田実業がリード。リードする早稲田実業のアルプススタンドには中澤アナウンサーです。中澤さん、はい、今日応援団長を務めるのは宮間雄平さんです。はい、宮間さんまさに今日この日高校卒業する3年生です。1回戦2回戦は後輩のサポートに回っていました。はい、ただその後輩懸命に 1,2 回戦応援し続けたために今朝高熱を出してダウンしてしまったんです。そこで急遽今日この大役を任されました。アルプスで団長を務めるのは人生初めての経験です。勝利という思い出を卒業土産として残して今日巣立っていきますと話しています。最後の学生服姿、最高の声援を送り続ける一塁側です。最後の最後の日にこういう大役が回ってきました。託せる先輩がいて早稲田実業としても良かったという状況かと思いますが、アルプスの声援も手伝って2対0とリード。選抜は前ソフトバンク監督の王貞治さんの時に1957年に優勝を達成しています。早稲田実業、長い歴史を持つ学校です。強い打球を止めた、ナイスキャッチです。いいプレーだ。ワンアウト、ライン際湯野村強かった、思い切ったバッティング、送球も落ち着いて大きなプレーですよね。はい、抜けたらノーアウト二塁ですから。そうですね、長打ですもんね。まあ、素晴らしいプレーですよね。